それではボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日の解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。5日間の男女混合戦で行われていますボートレースチケットショップ鹿島開設8周年記念肥前鹿島干潟杯、本日3日目予選最終日を迎えました。さあ長谷さん、はい、予選最終日ということで、はい、得点率争いの方を見ていきたいんですが、2日目終了時点でトップに立っているのは岩津選手となっていますね。B 級選手ですけどトップに立ってて、はい、でもこれオール3連敗ですからね。すごいですよね、うん、でもね、船橋はね、はい、あんまりね、いいコメントないんですよ。あら、そうなんですか。でもうまく展開作るレースが多いですね。うん、昨日も5コースから6コースと6コースからでしたけれども3着2着としっかりまとめてきましたね。そして本日予選は、2コースからの1走と。2コースになるか分かんないよ、まだね。2号艇での1走ですね、はい、となっております。さあ、そして2位以下なんですけれども、高倉選手、山川選手、角倉選手が同得点率で並んでいますね。はい、そうね、ここもかなり同得点率で並んでいるということで、なんかトップとそんなに差がないんでね、はい、まだトップもまだ分かんないですよね。特に、ね、高倉選手なんてね、はい、こう、ま、1回走りでね、点増しレースですからね、うん、そうですね、はい、そうね、得点率上位争いもかなり混戦となってきそうですね。混戦と思います、はい。さあ、そしてボーダーあたりもなんですが、ちょっとこちらも混戦となりそうですね。そうですよね。6点になるのか、6点丸々上回るのか、まあ、今節はね、減点のある選手もいますからね、主力でね。そうですね。そのあたりも勝負がけに追い込まれている方もいますからね。はい、なんでその勝負がけなども今日のちょっとポイントとなっていきそうですかね。はい、さあ、予選は本日の第10レースとなっておりますので、ぜひポイント争いにも注目いただきながら最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあ、それでは本日も羽生さんには2レース予想いただいておりますので、まずはそちらの方、1つ目のレースご覧いただこうと思います。さあ、まずは1つ目ですが、第10レースを挙げていただきました。注目ポイントです。予選ラストは森貞浩二選手、畑英吾選手のA1 級対決だと挙げていただきました。はい、この、ね、レースが予選ラストですけどね、まあ、このお二人以外にも6号艇川崎選手が A1 なんですよね。はい、でもここね、新入は川崎さんもそんな毎月に行く方じゃないと思いますのでね、新入枠内想定してるんでね、 A1 コンビが 1、2 コースになりそうですよね。はい、さあ、森田選手ここまで未勝利ではあるんですけどね、でもね、悪い足じゃないと思います。レースはできる足、はい、ただ調整が難しいとは言ってるけど、ね、足自体は全然悪くないんですよね。はい、まあ平均スタートも早いしね、うん、と言いながらも多分ね、畑選手もスタート早いですからね、はい、うちが A1 スタート早い実力者だったからね、うん、ここ2手で刺したのマッチレースになるとは思うんですよね。そうですね。ただね、畑選手に言うと足は厳しいって言ってるんですよ。そうですか。やっぱり低調期なんで、上向いてやっと中堅くらいなんですよね。でも畑選手はレースがうまいからね。そうですね、しっかりさせるかもしれませんよね。はい、足で言えば5号艇浦上選手が全体的にこれいいと思います。うん、だって 50% もあるモーターですよ。いいですね。どこがいいじゃなくて、多分バランスでいいと思いますね。川崎選手はね、出足関係はね、いいと思います。しっかり展開あれば、そこをね、入っていける足ありますね。うん、山崎哲平選手、伸びがないとは言ってますね。うん、スタートで攻めていったんです、はい、昨日もね、スタート攻めていっても内から追いつかれているような感じがしました。そうですね、ただ今節スタートは行ってますよ。はい、でもスタートといえば、こう吉川選手も4カドは行きますよ。うん、地元ですからしっかりスタートは行くでしょう。そうですね、あ、1と2の争いでね、やっぱりね、モーターで5番、レースのうまさで6番に印回してますけど、はい、先ほどにスタート行くのはセンター勢にいますからね、はい、彼らも3着はもしかしてあるかもしれませんよね。うん、そうですね。だから買い目は1、2、2、1流して、ちょっと3と4も入れてみました。わかりました。買い目は1番、2番の折り返しから3着は流しと挙げていただいております。さあ、そしてここ押さえということで、畑選手の2着で決め打ちの一応3着も押さえておこうという方法ですね。なるほど。こ
ちら抑えは秦選手の3着ということで、1番の頭から2着には5番6番、はい、そして3着に2番挙げていただいております。さあ、ね、この第10レース予選ラストレースとなりますが、このように展開予想を挙げていただいておりますので、ぜひ皆様参考にされてお楽しみください。さあ、それでは長谷さんのコーナー行きたいと思います。せーの、困った時の長谷田の実。はい、それでは長谷さん、昨日も2レース予想いただいたんですが、どちらも的中となっております。ありがとうございます。ところ紹介していただきました。さあ、では今日はどのレース予想いただいたんでしょうか。はい、はい、では続いてのフリップご覧ください。本日の困った時の長谷田の実、第7レース挙げていただきました。ちょっと早めの早いです ね。大体基本的にはね、遅めのレースを選ぶんですけどね、うん、今日はなぜか7レースにしてみました。これ新入ことですからね、はい、そうですね、はい、はい、さあ、ここは1号艇広瀬選手ですね。ね、広瀬昨日1着取ってね、まあ、セリア551ですけどね、はい、足はね悪くないとは言ってました。あ、まあ、初日よりも上積みがあったって、まあ、悪くないってね、僕の中では中堅だと思ってるんですよね、はい、うん、でも陰線強いんですよね。一着率高いし、ね、はい、近況の10走でいうと9勝してます、はい、いいですね。そして、まあ、3連勝で11走連続2連敗中、うん、大村に言うと17走連続2連敗中、はい、いいですね、うん、ただ17走のうちは1着は11回で2着6回、まあ、スタートも、ね、行けばね持ちそうですけどね、固定戦ですからね、はい、上条選手、足はね悪くないけどもうちょっと欲しいというのがコメントでした。そうですね、ただ回る感じとかは悪くないそうですね、はい、やっぱりこの辺怖いですよ ね。 そうですね、だって A1 レーサーですからね、うん、でも足で言えば4号艇山川選手がこの中では一番いいと思います、うん、特徴伸びですね、はい、スリットが出ていく感じありますね。うん、だから4角の山川さんは怖いですよ。そうですね、平均スタート見てちょっとびっくりしたのがこれ5号艇垂水選手、はい、1-2 ですからね。いや本当早いですね。で彼と話したんですよ、はい、スタート早いねって言ったら、はいもうなんか周りもなんか僕がスタート早いと分かってみたいですねって、おお、なかなかいいこと言うなと思って ね。でもスタート行く選手は魅力ですよね、うん、だからこう山川選手が伸びるので一緒にスタート行けば展開があるんじゃないかと思って最後の終始回してるんですよ、うん、というのも2号艇谷選手がね、まあ、固定戦だから2は有利ではあるんですけど、はい、昨日の足はちょっといまいちというか低調だったなと見えたんですよね。まあ固定戦だから残れる可能性はあるんだけど、足を考えるとちょっと印回しづらかったんでね、はい、4が行けば5っていうことで5の回した、はい、ただ6番の柳島選手も悪くはない、レースできる足は十分にありますよ。広瀬選手が逃げる展開になれば相手は山川選手か上条選手のセンター勢かなと思います、はい、気持ちはね3着どれが来てもいいかなと思うぐらいなんですよ。でもそんなこと言ったら予想になりませんからね足重視とかいろいろ考えて、はい、3着には5だけを入れました。分かりました。さあ、まず買い目ですが、1番の頭から2着に4番3番、そして3着には4番3番5番と挙げていただきました、はい、さあ、そしてここ注目の狙い目ですね。昨日感じました、やっぱり気温下がってね船足の差が出てきてるんですよね。特にやっぱ女子選手、はい、両旗を引いた女子選手の動きやっぱりいいなと思います、うん、ですね、体重差もあるじゃないですか、うん、この中で一番出てるのは山川選手、はい、パッと出走を読みました。1番広瀬選手、3番上選手、フライング持ってるんですよ。そうですね、でね、なおかつね上野選手今節の、ね、S 順ってスタート順を見ると、はい、6番目3番目6番目おや山川選手は2番目1番目2番目早いですね、スタート行ってんですよ、はい、それと山川選手は後半12レースここは、ね、ノーカウントとかここは予選ラスト、うん、準優1枠かけたレースになりますからね。そうですね、もしかしたら1トップになる可能性もあるところだと思うんですよね、うん、はい、そうですよね。スタートいっとるーって感じで攻めていってもらえればですよそうです、5番垂水選手がスタート前に一緒にねいっとるーって言ってくれたら4がまくって4-5、はい、4-6までいったらちょっとつくんじゃないですか。あ、
っといいハイド見えてきそうですね。山川選手は強いですよ、うんうんね、そして3着はもう流しというもう4、5、4、6は多分つくと思うんで3着は流しましょう。分かりました、お願いします。狙い目はでは山川選手の頭ということで4番の頭から2着に5番、6番、3着は流しと挙げていただきました。ここ進入固定戦ちょっと早めですからね。もう早めですよ。しっかりこうご覧になってから買っていただきたいですね。はい。それでは、ね、第7レース本日は困った時の長谷田のみ第7レースを挙げていただいております。ぜひ参考にされてお楽しみください。ということで本日も展望番組解説をしていただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。